どうもお疲れ様です。7月26日金曜日朝6時の相場解説になります。えー、今回はですね、荒波相場に一時停止というタイトルでお送りしたいと思います。えー、まずはね、昨日までものすごいセルの勢いがありまして、売り圧力がガン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 来ていたわけですよ。 まあこれは大統領のこともありますし、その他の要因、それから為替介入っていうのもね、えー、ちょっと前になりますけど、ありまして、えー、円高の方にね、触れる要素っていうのは結構ファンダメンタル的にあったわけなんですよね。だからテクニカル的にどんどん下落が起きたっていうよりも、ファンダメンタルがちょっとね、連続したってことです。そういう意味で、荒波相場っていうことをね、えー、言わせていただきました。で、 昨日から今朝にかけてなんですけども、急速に売りの圧力が強まって、あの弱まって、買いの方に入りました。その原因がこれです。昨日の21時30分の GDP の速報値ですけども、個人消費がね、ぐっと上がってきたってことがあって、まあ、ドル安が止まったってことなんですよね。まあ、こういうふうに、今までの流れが急速に止まって下冷が出た時ってのは、しっかりと観察していった方がいいと思います。それまでの流れがどのように 変化していくのかってことがまだ見極めができませんのでね。しかも今日は金曜日で1週間の中で最も相場の方が難しい時ですから、まあ、この判断でまずは行くのが正しいかと思います。で、この図を見ていただくとね、東のブレイクのこのチャンネルラインが引いてあるのがわかると思います。ここと、ここと、ここ、ここ。で、ここをブレイクして、まあ、あのファンダメンタルだったんですけども一気にガーンとね、落ちていったってことになります。で、これが徐々に時間を 立っってていいくくとこれがテクニカルに変わっていくんですよなぜかっていうとこのチャートの形を見て多くの投資家は次の形を判断するからなんですよね、まあ、ですんできっかけはファンダメンタルとか介入とかねその他の材料による要因だとしても時間が過ぎてみるとこの形からどのように変化するかっていうふうに投資家の判断変わってきますんで。 まあですので、だんだんとテクニカルの方になっていくっていう解釈になりますね。まあ、そうなると、高根県でブレイクしたわけですから、この下落っていうのはテクニカル的には続いていくっていうふうに判断します。はい、次は4時間を見ていきますね。えっ、ー、と、4時間、四時間。四時間も当然ですけども、下落がドーンと起きてるところで、下引きがそれを支えて上の方に戻っていったとってことになります。昨日までの例で言うと、ライムの線にぶつかって下に行く っていうふうな気はするんですけども、この動きをしていたのは1時間軸ですから、4時間には当てはまりません。4時間軸では今のところ1時間を支配した下落が支配しているというふうに考えればいいと思います。そして今日の1時間軸ですけども、ライムの線でどんどん下に押されてきた、そういった経緯がありましたけども、昨日はここで一旦とどまったのが午後から夕方の話です。そこから、 深夜のの材料でドカンと上に突き上上ににききげてて移動平均線の上に出てきましただからといってこれがね上昇トレンドになるかどうかっていうとやっぱ4時間が1時間を支配してますので基本的にはこれが収まってまた再び下に行くんじゃないかなっていうことですね、えー、ただしね、えー、基本的にはドルの強さっていうのは未だに残ってますんであのファンダメンタルが出来た後だとテクニカルに戻るという意味でね上昇に行くことも考えられるんですよ まあしかし同時に短期で見ると下落のトレンドが収まったわけではないのでこれが下に潜っていく可能性も同時にあるかなってとこです今日はその方向性がどっちに行くかってことを見極めるために1日使っていけばよろしいかと思います、まあ、そういう意味でね、えー、エントリーを一旦停止してしっかりと観察するそういった月から木木曜日までと違った見れハりのある金曜日にしていただきたいと思いますね、えー、それでは FX オりギャの方はまた後ほどお会いしましょう